島村宝月から1918年11月5日は、日本の文芸評論家、演出家、劇作家、小説家、詩人。進撃運動の先駆けの一人として知られる。旧姓は、笹山、陽名は滝太郎。島根県長郡小国村に、笹山一平の長男として生まれる。実家は貧しく、小学校卒業後、苦学して、 浜田町裁判所書記となる。同裁判所検事、島村文校から、学士の援助を受け、上京。1891年に文校の養子となる。1894年に、東京専門学校を卒業。早稲田文学史の記者を経て、1898年に、読売新聞社会部主任となる。 その後母校の文学部講師となり、1902年から3年間、早稲田の海外留学生として、イギリスのオックスフォード大学とドイツのベルリン大学に留学。帰国後、早稲田大学文学部教授となり、早稲田文学史を復刊して主催。自然主義文学運動の機種の一人となる。早稲田文学1906年1月に、囚われたる文芸を発表。 1906年、坪内逍遥と共に、文芸協会を設立、2月17日芝公用館で、八階式、芋瀬山、靴で鳥小城落月、新曲保島を上演。早稲田文学1908年1月に、文芸上の自然主義を発表した。1909年には、協会付属の演劇研究所において、本格的に、進撃運動を始める。 しかし1913年に祭始ある宝月と、研究所看板女優の松井スマコとの恋愛沙汰が、終文となったことで商用との関係が悪化。これで宝月は、文芸協会を辞めることになり、スマコは研究所を退所処分となった。同年宝月は、スマコと共に、劇団、芸術座を結成。翌1914年に、 トルストイの小説をもとに、宝月が脚色した復活の舞台が評判になり、各地で興行が行われた。スマコが歌う劇中華、カチューシャの歌は、レコードにも吹き込まれて、大ヒット曲になり、進撃の大衆化に貢献した。1915年、スマコと共に、ロシア帝国のウラジオストクを訪れ、スマコとロシアの劇団との合同公演を、 風刺金劇場で行い、大好評を博した。しかしその成功もつかの間、1918年、宝月は、全世界で大流行していた、スペイン風邪に罹患し、さらに急性肺炎を併発してしまい、東京市牛込区横寺町の芸術クラブの居室で、休止した。開名は安城院実装宝月孤児。スマコは、 宝月の死後も芸術座の公演を続けたが、やがて宝月の後を追って、自殺、芸術座も解散になった。2004年、東京都豊島区の雑司ヶ谷霊園と島根県長郡、金城町の上高寺に分骨埋葬されていた遺骨が、上高寺に完成した島村家の墓にまとめられた。同霊園の墓はこれまで宝月の三女島村敏子が、管理していたが、 高齢のため管理が難しくなったこともあり、敏子から遺骨を里帰りさせたいと同町に打診があったという。宝月の子は他に、長男、深夜、長女、春子、次女、君子。転入者博文館日本図書センター、早稲田文学1918.12、早稲田と文学、岩井博志、作家の臨終、母肥辞典170ページ。 遺骨86年ぶり里帰り、島村方月22日に納骨式所をマイナス。参院中央新報。オリジナルの2012年3月2日、時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20120302201354/http://www.web/sanin.co.jp//original//news7/4-0518b/html 日本近代劇の先駆者、島村方月波佐文化協会。 ありがとうございます。